お寿司久々です。ありがとう、プチ情報ありがとうございます。絵から入るのが若いよ。絵はコミュ障だから。コミュ障絵から入るやつはコミュ障。絵が入っちゃうんですよ。コミュ障ってさ、幅広すぎない？まあ確かにそれはあるね。とことん喋れない人いるじゃん。でもなんか、第1回ぶっちゃけ寿司初めて知った俺、企画。私も初めて知りました。数珠つなぎでですね、ゲストさんを呼んでは呼んでは誘っては繰り返しで、テオクホームが考えたシステムね。いいともな。いいともな。テオクホームだから最初からテレビだからもう第1回目のゲストということで、まあ、これもすごい、これはすごいことです。うわ嬉しい。そしてプレッシャーです。ここからどうつなげるのか、ここで終わる可能性があるということで、1回目のゲストはこの方。こんにちは、石川かれんです。よろしくお願いします。喋るだけもあれなんで、はい、お寿司を、お寿司が大好きっていう情報を知って、はい、仕入れた上で持ってきました。次の人が他の好きだったらぶっちゃけなんだ。ぶっちゃけ寿司です。あ、ぶっちゃけ寿司。これは何を基準で頼んだんですか？50巻ここにあるんですけど、おぉ、数珠つなぎでいろんなゲストさんと一緒に。めっちゃ言いたいやん、数珠つなぎ。最近覚えた言葉か知らんけど、1000巻食べきろうって言ったけど、おー、額縁みたいな飾るから。いや、もうそれそれ泥酔だね。ヘキクラの泥酔だね。あれはテオくんホームからの派生ですか？シッシぶっちゃけ寿司いただきます。いただきます。めっちゃ今日声ガラガラじゃないですか？なんか今日ガラガラだね。朝からもうガラガラだったよね。でもね、じんたん暑いかなと思ってそのまま何も言わず寝たらめっちゃ寒かった。朝暑かった朝。いや暑くはない、寒かった。どっちも思ってた。お互い気使って何も言わないでね。何を言っても一生気使い合えるんです。一生気使い合う。あ、今ちょっとダメかな、喋っちゃダメかな。ホントだって、あ、ちんたんホタテ取るんだ。ごめんごめんごめん。あ、だから、だから、だから。回転寿司とか行かれるんですか？もう行かないですか、お二人のレベルだったら。やめてくれる？行きますか？あんま行かないね。味が嫌いとかじゃなく、うん、周りに迷惑かけるっていうので俺たちはコストを選ぶっていうマナーがね、うん、裏のマナーがある。だから行けてないだけで、うん、くら寿司とか寿司ロー大好き。お店とかも行ったりするんだ。この間サイゼリアも行きました。バレない？バレるですよ、さすがに。サイゼはすっぴんだったので。そんな変わる？すっぴんか。はい、すっぴん、そんな変わらないんだ。すっぴんだったので。全然違うもんね。サイゼ行けなくなったのやだな。でもウーバーありますよね、サイゼ。ある。あ、あるね。そうそう、1万円客はウーバーイーツのサイゼリアでやったりとか、うん、まあ、持ち帰りメニューでやったりとかしてたから、うん、はい。そうでしょ。第1回これ。はいじゃないよ。シッシテッドスキー、いろんなの出てきてて、京スキーとか、まあ、オオカミくんとかさ。オオカミくんなの？オオカミくんね。オオカミくん、ちょっとチャラくいっちゃった。チャラくいっちゃった。オオカミくん、チャラくない、おじさんなの。そのイントネーション知らないのは。なんだっけ、あの、オオカミくん。やめてよ、やめてよ、おじさんっていうの。あとなんだっけ、ドラコイン。ドラコイって知ってる？え、あの、東京マンジリベンジャーズ。ドラケンね、それ同じこと言ってんの。違うんですよ。ドラコイはどういう内容なんだっけ。恋愛ドラマの恋をしたいっていう内容で、キスシーンが必ずある台本をやるんですよ。それの稽古期間とか、そのキスシーンの練習とか本番とかで感情が恋愛に発展するのかしないのかみたいな。誰とかが出るの？ミスコンに出てた新田幸子ちゃん。はい。でも久保野乃ちゃん。久保野乃。久保野乃。おのののの妹。いや違う。えい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 。これなんて決まってゲストさんいる中で会話決まって。シシ。一般のカップルさんを全国から集めて、カップルの1位は誰だっていうカップルコンテストがあるんですよ、アベノさんの番組。ウィコンみたいじゃん。確かに。どういうので決めんの1位は。今宝探しとか。宝探し、宝探し、何がわかんねえ。なんか、なんだそれ。絆を確かめようみたいな。 A がいいよ、 C がいいよ、いやいやこれはこうだよみたいな。私この間ナレーションのお仕事だったんですけど、カップルが設営してテントの中でカップルがイチャイチャする、チューとかするんですよ普通に。セクロスは、セクロス。セクロスはモテないよお前。セクロスはモテないって。あの夜に行われるセクロスは。久々に聞いたわセクロス。お前セクロス知ってる？知らない。セクロス知らないの？知ってる。どっちですか？そのそれ想像してるやつ。ああ、セクロスって言葉があるわけではない。あるある。オクラズに包む。セクロスなら OK だよ。そうです。何かわかんないよね、はい、機械が戦うやつとかもセクロスね。アクエリオンみたいなの想像してる。セクロスみたいな言っても大丈夫。セクロス。声優さんにはさ何でも OK だからね。シシ1位決まったらその人たちどうするの？確かにどうなの？わかんないですよ。えっ、それさカップル同士来てさ、はい、交換とかあるんじゃない？えお前それ気まずい。アップバーや。
ごめんなさい。大丈夫だよね。これ大丈夫だよね。え、カレンちゃんが訴えなきゃ俺たちは大丈夫だよね。大丈夫だよ。セクハラにはならない。いや、モラルの問題で言っちゃう可能性ある。めっちゃっす。でもさ、女子トークでさ、カレンちゃんのやってるハイブエモーションっていうグループあるわけじゃん、はい、そこでなんか下ネタトークとかはないの？ありますよ。やっぱある。女の子同士の方があるって。あります。男子より知らんやろ、まあ、女の子。いや、あるあるある、うん、5人いるんですけど、うん、そのうちの2人彼氏持ちなんですよ。はいはいはい。1人は番組で成立して、1人は同級生みたいな。ファンの人ってどういう層なの？同い年とかの方が多いですね。女の子？女の子です。1歳の妹がいまして、おみんなの歌で IW もう見てたんです。こうやってずっと2人の歌かかってる時にやってて。マジで最年少のファンで。いや俺威嚇された今。一歳は止まれたね。喜ぶ止まれたから。8個とか10個とか離れてる妹が超欲しくて、本当に自分の恋愛願望とか結婚願望がなくなります、うん、大変な部分もいい部分も全部見尽くしたので、ね、割と、うん、もう子供はあんま欲しくないんだね。もう今いらないと思う。子供欲しいから結婚したいっていう頭あったんですよ、ずっと、うん、ああでもそう、だから恋愛意欲もないんですよ今。えー、イケメンを見ても何とも思わない。イケメンはもう大丈夫。周りにイケメンいすぎたもんね。そうです。あ、もうそうか。言うたら俺たちも周りにいる人多いか。YouTuber とか芸能人とかあるよ、うんうん、でもまだ足りないよね。もしできたら言うんでしょ。言わないです。だってもう2人公開してるもんね。私は2人目はしないかもしれないですね。 あ、そうなんだ。俺もしないかな。します。絶対しない。シシ夫婦チャンネルとかはやりたいとは思ってないんだけど、俺彼女の前がいっちゃん面白い。わからないそれ。私逆につまんないと思います。え？お、自分を出せないんですよ。かわいい。何々が欲しい、何々が食べたいとか言えない。甘えた時にこれが嫌だなって思われて嫌われたらどうしようっていう超ネガティブ思考で。甘えてきた方がええよって言ってきたら。いや、なんで関西人なの絶対。ええよって言ったら行く。なんか気使ってくれてんのかな。じゃ自分のこと本当に好きなのかなとか思っちゃうか。思い出します。まあ、思い出す。だから絶対に思い始めます思い始めるってことだ。例えばかっこいい人だとします。こんなかっこいいのに私なんだろう。うわ、自己肯定感めっちゃ低い人だ。でも俺もそれはあるよ。ですよね。え、俺めっちゃ自信家で、うん、いろんなことに自信あるけど、うん、恋愛だけ自信なくて。なんでですか。こんなおもろい猿みたいな顔しとるやん。でもだからこそだね。こんな可愛いのに他にもイケメンいっぱいいるのにこんなやつを付き合ってくれてるんだろう。じゃあ性格で絶対に勝とうみたいになる。そうはならない。多分あの子の方がいいのになって、もっと可愛い子いるのにって思ってひねくれてる自分が性格悪いなって思って、さらにさらにネガティブにこう。ユニットでもリーダーの立場なので、うんうん、回したりするのです。するんですよ。するのです。回したりするのです。女神様。女神様。明るいポジティブで、この人は何言われても打たれ強いみたいな、うん、結構イメージがあって、うん、カレンちゃん友達が欲しいとか言ってもらうことあるんですけど、普段全然そんなじゃない。いやでもわかるわ。今お仕事でこう合わせていただいてるからおしゃべりできると思うんですけど、街で会ったとしてもこんな喋れないです。二人と会っても。おお、カレンちゃんやん。かわいい。かわいい。嘘をされるんだろう。緊張してましたけど、今日はさらに一人なので。あ、そっかそっか。いやでも全然喋れてるし、すごい、うん、面白い。逆にすごいよ。今緊張してこれでしょ。はい。緊張してない時どんだけおもろい。死ぬほどおもろいよこの女。だって本領発揮してないんでしょ今全然。え、今何割かい自分の今どんくらい出してるかな。47。40半分も出す。半分も出してないんだよ。俺たち全力ね。俺たち今全力。俺たち今ベストの 100% を出せてるから。超えてくるんじゃない。メガネだけ。おいなんやねんその反応って言われる。うわすごいね。もう一気に喋るじゃない。シシでもお酒とか飲めるようになってさ、はい、もうベロベロになったらきっとなんかめっちゃ喋ったりするんじゃない。どうなるんですか ね。みんな酔ったらどうなるかねっていう話の時にカレンちゃんは泣きそうだよね。みんな口揃えて言われます。私はこんなに大変だとかって言って泣いて訴えかけそうとかって言われて。なるめっちゃなるやつ。めっちゃなるけどそれ俺ね。多分時にはねめっちゃ泣いて熱いこと言うタイプ。俺の誕生日の時に結構飲んだ時にトイレとかでほんと潰れちゃってるくらいの感じになってる時に泣きながら、ありがとうお前でよかった。全部覚えてないけど、だるいことしてんなっていうのは頭にあるの。でも止まんないの、やっぱり酔ってると。うわこれだるいわ自分と思いながら、でも今伝えれる分伝えとこうみたいな。でも大泣き。超熱いですね。なんかもらい泣きしそう。早っ、優しい。今じゃないですよ、その場にいたら。今じゃないか。
あれ前の時って飲み消したっけ？ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、そう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 、あ、ごめんなさい、これですね。あれ大丈夫、そこカップルできちゃう、ハプニングだろ。ラブソースイート流れてたよ今、すいません BGM でラブソースイート流れてた。なんで俺の箸持ってこうとしてラブソースイート流れてた。前やってさ、すげえ俺楽しかったなってあんのがさ、流行りのもの山手線ゲーム、はいはい、流行りのもの山手線ゲーム、イエーイ、これからいきます、はい、せーの、ファイブエモーション。順平、ただの地元の友達だ。中町順平、馴染みなさすぎて誰って。 JP でしょ普通。流行りのものやる宣言、イエーイ、せーの、カニャ。中川ゆうちゃん、クリスちゃん、クリスちゃん、クリスちゃん、加藤のあちゃんだった。ああ、かぶり。流行りのものでかぶるってすごいな。だから流行ってる、超流行ってる、超流行ってる。シシ、あれカレンちゃんって馬にいなかった？カレンちゃんっていう名前の馬がいる。競馬ですか？競馬で。へぇー、馬娘が流行ってる。馬娘知らない？俺知らない？若くない？え、馬娘プリティダービーだからカレンちゃんっていうといつも出ちゃう。短距離が得意な。短距離、あ、短距離、短距離、カレンちゃんやん。じゃあ馬の名前山手線ゲームする？お前得意やん。お前得意すぎるやろ。ユニコーンとかしか。ユニコーンいないよ。サラブレッド。サラブレッドは違う。ディープインパクトだ。あ、それが一番有名。パチンコの知識もゼロなわけ。競輪とかも分かんないわけ。競輪って何ですか？競馬のチャリ版みたいな。はいはいはい、あ、私多分ディスなんですけど、多分ディスなんです。炎上覚悟で言いますけどみたいな。整骨院行った時に骨盤がずれてるねって言われて、骨盤を優先してやってもらったんですよ、うん、その時に自転車こぐ競技とかやってました、結構たくましいですよねって言われたことあって、それですね。競輪選手の足めっちゃ太いのしてる。じゃあじゃあじゃあ、やばくないですか？整骨院の人に言われてずっと残ってるって結構傷ついたんだろうね。わざわざアプリで予約してたんですよ。あ、この時間空いてる。そんなテンションじゃないでね。自転車がないで国境でやってました。あ、そうなんですね。そうなんですね。結構怒ってるなと思いましたね。アパレル行ってないのか。似合うと思うんですよ。シシ、ジャンガチ食べましょうか。じゃあ、あ、それ大丈夫です。ジャンガチが食べなくてはいけないっていうことで。最悪じゃん。最初は好きな人いないのかい？食べたことないです。せっかくならいいよ。いや、じゃんけんしましょう。男気で、はい。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、おーい、やばいですよ。あ、見えてない。あはははは、油乗ってて美味しそう。美味しい。あ、よかった。シシ、好きな男性のタイプとか。静かな人。終わりや、俺たち。割と無口な人が終わりや、俺。別に始まってもない。結構人見知りな、無口っぽい人。終わりだ。俺はまだあると。ないないか。俺みたいな人が言うね、やっぱり。いやいやいや、一番無口だ。え、無口だ、ほんといいよ。今持ってくるよ。エッチ中くらいで無口なの。セクロス中。見たんですか？見た、隠れて見てた。え、本当ですか？うん。めっちゃ嬉しそうだよ。エッチ見たい人だよ。気になりますんですか？言葉遣い、謎遣い。だって、セクロスを俯瞰で見たことってなくない？あんまってことじゃないよね。どんな絵なんだろうなと思って見てみたら。具合悪くないですか？人体が前で実は。いや、見せたくはない、俺。でも見たいんですよ。見たいよ、それは。大変なことはしちゃいけない。いや、っていう議論みたいな。でも、テオ君が見せてくれるんだったら、テオ君の場合するわ。なんでギャップあれ？なんで俺が先行だった？先行だろ。お二人はどんな人がタイプなんですか？見ちゃいけない。沈黙が沈黙苦手でした。どんな人なんだろうな。沈黙が苦手って言った。無口なやつと付き合ったらやばいよ、これやばいじゃん。仕事までも。そう、あ、そういうことね。シシ、家のことちゃんとできる人は悪いやつでいません、うん、子供の面倒とかをちゃんと見れる人だったら別に俺のことを好きじゃなくても、こんなんでもいいよっていうのが、付き合ってる間はまあやっぱお互いが好き、子供ができたら子供に全シフトしちゃうぐらいの人でも好き。
マジで俺に全シフトして子供ほったらかしなんてもう最悪。うわー、そっか、すごい素晴らしい、かわいい、ありがとうございます。俺てか子供できる想像がつかなくて、子供できたらかわいいんかな。かわいいやろ、わかんないやん、できてないんだよ。だって確かにできてないんだからわかんないのよ。え、じゃあ結婚願望あるんだ。めちゃくちゃある。結婚願望ある？ないです。全くないんだ今もう。付き合いたい人も別にいいし、結婚願望もないし。ないですし、今付き合ったところで結婚まで多分いかないと思うので。遊んでればいいじゃん。いや、それぐらいなんですよ。多分いい人に出会ってないんじゃないって言うとなんかそう、あれかもしれないけど。かもしれないけど。そうですね、周りの男子全員的に言いますから。どんな人と結婚したいっていう理想がまだないの。あー、俺もいろんなの行き着いて、おっぱい大きければもういいかって時もあって、まだがありゃいかへへーっていうところから家庭的な女がタイプ。あー、ほんとだね、結局ね。付き合ったこと何？3人で。あ、すっごい。経験人数は自分でモザイクみたいなのかけた。へえー、そうなんや。18歳の人たちは経験人数何人が平均なんだろうな。周りはみんな15、6とかです。それ多分時代変わってきてるね。変わってきてる。でも俺経験した方がいいと思うけどね。いい人がいれば付き合いたいですけど。そのいい人が無口な人ってこと？無口って言ってもノリが悪いとかじゃなくて、振られたら全然喋るよ、盛り上がるよ、面白いよみたいな。なんかいないの YouTuber さんの分かりやすい人。宮川くん。おお、確かにそうや。謎に満ちた感じ。さっともうこの角度や、絶対絶対こうや。ミア絶対こうじゃん。うん、分かる。こっちが描けるやん、必ず。全部分かるやん。みたいな、あのタイプだけど、ちゃんとおもろいやん。私初めてスカイピースさんの動画見たのが、その手短のファミリーマート1万円もあったんですよ。あー、コンビニのね。はい、だからその時にも、来るなと思って。あ、確かにそういう人あんまいないわ。だからないんです、本当に恋愛が。マネージャーさんも超安心だと思いますよ、私。のむちゃんも幸せ。のむちゃん、のむちゃんどこ行っちゃった。でも好きな人できたら教えるって約束してます。優しい。そう思いました。あ、のむちゃん約束してますもんね。うわー、いいね。34歳のおむみ、いいね。いいよ。よかった、よかった。ちょっとしまった、距離がちょっとしまった、ちょっとしまった。先に引きされなかったからさ。先ね、ちょっと。いや、でもいいね、マネージャーさんがその距離感って。はい。ん、私も右側から聞く。右側から聞くたら、ね、俺聞くと、ジンタも俺下から。お前。ジンタですね。完璧、お前。慣れて早くなってるね。このくだり。見てたくだりできてくれた。知ってくれてた。はい、知ってます。あと3つ残されたな。大トロとウニとアワビみたいなやつ。え、全部食べたことないです。え、大トロないの？ないです。ウニも？ウニもないです。ウニないの？シッシ、いただきます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。完食。数珠つなぎということですね。おぉ、ここが醍醐味ですわな。次のゲストさんに電話していただけますか。誰？次は私は結構仲いいですね。もう1年半くらいの付き合いになる方です。スピーカーにしますね。もしもーし。もしもーし。もしもーし。お疲れ。お疲れ様。自己紹介してもらっていいですか？え、ひなとまる相談事務所の、ひなとまる18歳です。怖いのにエンジン。アイドルモードみたいになってた今途中から。今スカイピースさんと一緒にいまして。おいおい、めっちゃおもろい。最初のテンションどうしたの？今ぶっちゃけ寿司っていうスカイピースさんの新しい企画を撮ってまして、まるちゃんに出てほしいんですけど。はい、いいですか？こちらこそ、てかどうぞよろしくお願いします。うわー、ありがとうございます。嬉しい。メンバー一ぶっ飛んでます。マジで？じゃあまた日程決めて一緒に撮影させてください。はい、ありがとう。3度寝ぐらいしてもう一回寝ようかなと思ったら電話かかってきた。あ、よかった、起きてて。あ、起きててよかったね。寝てると電話出ないので。うわー、はーい、ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。もう今日好きに出てました。うーん、カップル生活した。あ、そうなんだ。今は？今も、はい、付き合ってんだ。付き合ってます。その人と？はい。うわー、すごい。もう1年半以上。うわ、すごいですね。うーん、はい、私なんかと気にならないくらいのテンション感ですし、緊張しないです。物おじしなくて、あと地上波のバラエティとかも出てるので。あ、そうなんだ。強いですね。うわ、じゃあ次は、はい、絶対面白くなると思う。ありがとうございます。ありがとうございます。ぶっちゃけ寿司でしたけど、一番ぶっちゃけたの何でした？振り返りぶっちゃけトークで。振り返りぶっちゃけトーク。逆に聞いていい？元彼どう思ってるのっていう。でも月末から今月末また一緒のお仕事があ
あ、そうなの。すごい。一緒に九州、沖縄地方を一緒に回るんですよ。え、気まずくないの？私もいろんな方に見られると思ってなくて、本当に50名くらいが視聴してるところで発言したのがたまたま出てしまったので、うん、なんか自分のその発言も未熟だったし、うん、なんかつなげなかったっていうところもあったので、うん、怒ってるんですかとか言ってもそういうわけじゃなくて、あー、なるほどね。ですし、わざわざですね、SNS に謝罪文みたいな形でやってくれたこともちゃんと見てますし、一周回ってゼロからなので。あー、なるほどね。なので今すごく相手に何を思うとかもなく、なるほど、2があった新しい関係というか、あー、またゼロからスタートって感じなんだね。そういう考え方でよかった。なんかセナが脱法ハーブでもすった。いやいやいや、なんも知らないんだけど脱法ハーブでもすった。あ、ちょっと吸ってんだ。あ、もうそれ絶対ダメだよ。絶対ダメ。違う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 。でもそれだったらよかった。なんかこの前すごい楽しく撮影してさ、なんか久々に会えたみたいな感じだったから、で、コメント欄とかもさ、あ、なんか初めて仲良くてよかったみたいなのもあったから、どうなってたんだろうなと思ってたから。はい、普通に仕事とかも一緒なんだね。じゃあそれで普通に、そうですね、あの件からは初めて会うんですけど、セナは第一声なんて言ってくると思う？お疲れ様です。嘘。俺元カノとそんな関係やだな。でも私元カレと友達に持ったことがなかった。うわー、そのパターンだ。いい終わり方をしたことがないんですよ。なるほどね、裏切られてとか、なんか嫌だみたいなとか。最初は良好に別れようって話をしたのに、どっちかが別れたくないとかって言ったのを口論になっちゃってみたいな感じで、喧嘩別れちょっと陰で言われるみたいな。うわー、大人になってったら結構そういうのなくなってくると思う。高校生とかだったらさ、多分学校同じ子になんか行ったりとかあるけど、大人になったら友達に戻れるような気がする。うん、俺でも高校に付き合ってた彼女の結婚式って、あ、言ってましたね、うん、それ素敵。全ての論破したみたいな。それ素敵。最後まで見てくれてありがとう。この動画いいねって思った人は下のボタンから高評価お願いします。間違って低評価をしてしまった時はもう一回押せば消えるからね。今日のイラストはリンセ、ありがとうね。年内400万人を目指しています。絶対チャンネル登録お願いします。絶対絶対チャンネル登録お願いします。押したら、あ、おなら出ちゃった。それでは楽しみに。ピース。